そうですか、ベトナム人、まあそれはいいとこと悪いとこはあると思うんですけどいいとこに関しては非常にその何ですか、リチ、一言で言うとリチですね。日本人と近い、腰が低くてですね、笑顔にあふれてますね。で真面目です。はい、それは言えますね。真面目で、言われたことに関して完遂するまでやります。うん、失われたその日本の良いところを思い出させてくれるのではないかと。まあ家族思いなとこがあったりとかですね、その泥にまみれて仕事をする姿であったりですね、そういったところっていうのはこう今本当に昭和30年代の日本をそのまま再現したような街です。その昭和30年代に近代ビルが合体しているというちょっと異常な、まあ、成長の仕方なんですけども、思い出してくれるんではないかなと思いますし、日本のいいところも教えなきゃならない。その言われたこと、与えられた仕事は絶対にします、ベトナム人は。それからそれ以上の独創性というのはないです、ほとんど。これはデメリットですね。これは多くの日系企業さんが思ってもらっていると思います。でも我々としてはそんなことは必要がないと思えばいいですし、中間管理職を育てるんであれば、そこはちょっとこう今後の課題なんではないかなというのが僕からのアドバイスですね。まあ同じ、もともと同じ民族というか、その移民史を、まあ、調べてもそんな跡はないんですけど、同じじゃないかなというふうな気持ちはありまして、まあこんな余談なんですけど、まあベトナム人は毛根犯があると。まあこれは例えば中国で言ったら漢族ですか、ないですよね。そう考えるとなんかベトナムからこうやって来たのかなとか思っちゃったりするぐらいのですね、親近感はあるわけで、建築様式もその元々フランスのその占領のね、した時、統治時代、フランス統治時代の建物というのは色濃く残ってるんですが、ベトナムの田舎の方行くとですね、日本の建築様式に来とるわけで、軒とかあるんですよね。そういうとこ見とると、どっかで繋がってんじゃないかなと。で、もともとですね、朱印船貿易の時は、非常に日本との貿易は盛んで、日本から銅を送って、銅を送ったんですよね。で、こっちからは香木を持って、キャラ。香木を持って、朝廷に献上していたわけですよね。匂いのする木なんですけど。で、その一つの言われとして、銅が銅になったと。一銅、二銅の。そういう話もありますし、中部の方のホイアンって言ったら、まあ、日本人街がその昔あってですね。これは現存する日本人街では世界最古のものがまだ残っておるということで、非常に昔から色濃く残っているわけですね。もっと日本人はベトナムに目を向けるべきで、やれでかいもの、中国10億人、ね、は十何億はいいわとか、そんなんではなくてですね、我々と同じパイなんで8700万人、時期に1億いくだろうという、日本の国土とほぼ同じです、広さは。少しちょっとベトナムもちっちゃいぐらいですけど、そういったですね、あと南北に広いとかですね、南北に長いか、そういったところであったりですね、あと四季がある、春夏秋冬あったりとかですね、そういったので、海にも面していてとか、そういう地理条件、位置関係、歴史背景、そういったいろんなものがですね、非常に日本と似てるので、もうちょっと身の丈に合ったパートナーシップの探しをしてですね、成功していただきたいなと思います。